皆さん、こんにちは。ベデオ茶の笠子と申します。キリンビールの缶チューハイ広告、集団自決という言葉を使った、成田悠輔氏を取り下げたことに対してですね、幻冬舎の編集者の箕輪さんがですね、マジうるせえな投稿をしていて、物議を醸しているというニュースを、解説をしていきたいと思います。編集者、幻冬舎の、編集者、箕輪さんという方なんですけれども、ツイッター X でですね、マジうるせえな、言葉狩りじゃなくて中身を考えろよと。お前らのキャンセルカルチャー乗りがお前らが否定したい切腹理論そっくりじゃねえかというですね、すさまじい暴言というかね、お言葉を、投稿しているわけですけれども、ここで出てくるこのキャンセルカルチャーって何なのか、キャンセルカルチャーというのは問題提起としては非常に素晴らしいと思うんですけれども、キャンセルカルチャーというのは、特定の人物、団体の発言や行動を問題視し、集中的な批判や不買運動などによって、その対象を表舞台から排除しようとする動きということで、まさに今回の、キリンビールの、缶チューハイ広告、成田氏、もう1年ぐらい前ですかね、高齢者の集団なんちゃらっていうことを言ったことに対して、またあいつ使ってんのか、あんな発言したやつって言ってたら、もう一生出れないみたいになるじゃないですか。そういうふうにして、気に食わない、ね、人を、もう一年前の発言だろうが、何年前の発言だろうが、その度に取り上げて不買だ、なんだって言って騒ぐという、これは一つ、問題提起としてはいいんですけれども、キャンセルカルチャーを問題提起にするんであれば、この言葉はちょっとどうなのかなっていう、だからこんなことを言っちゃうから言葉狩りされるんですよねっていう、ブーメランになってますよねっていうところはちょっと否めないかなというところですよね。冷静に、そのキャンセルカルチャーについての問題提起の投稿であればよかったんじゃないかなと思いますけれども、しかしですね、なんでこんな、マジうるせえなみたいなことを言っちゃうのかっていうことなんですけれども、この箕輪氏というのはですね、本当にすごい、ベストセラー本を連発して、ちょうどコロナ前ですかね、もうめちゃめちゃすごい、編集者として、一躍脚光を浴びて、死ぬこと以外かすり傷という本も出したりして、有名になったわけですけれども、非常に乱暴な、こんな感じの投稿が多かったんですね。ところがですね、週刊文春に打たれたんです。セクハラ報道をされて、セクハラだけではなくて、パワハラに近い感じ、下請け法違反に、な感じになりかねない、感じの問題がありまして、これで一挙にですね、もういろいろなところから、メディアから降ろされたりして、で、本人も、死にたいとかっていう投稿をしたりして、めちゃめちゃ落ち込んで反省していた模様なんですよね。で、そんな、セクハラ報道を、パワハラ報道で、一度消えたはずの、で、自分でもうなんか X とかで死にたいとかっつって、いや、死にたいって言って死なないじゃねえかよ、みたいな話ですけれども、結局、こうして、何年か経てば、もうほとぼりが冷めたらもう死にたいとか言ってた言葉は嘘で、マジふざけんなよとかっていうことを平気で人に言っちゃうような人になるわけですよね。ところがですね、この箕輪さん、最近 YouTube で箕輪チャンネルというのが少しバズってまして、これ何かというとですね、週刊文春や松本人志さん報道について、非常に冷静な解説でバズっていたんですね。かつての箕輪さんと違うじゃんと、暴言とか何でもね、なんか暴言言ってるようなのじゃなくて、週刊文春の立場もわかるし、松本人志さんの立場もわかるし、その訴えた人の立場もわかるみたいな、非常に冷静な分析をしていて、なんかやっぱ変わったんだなと、自分も週刊文春で打たれて、なんかはじめ、その、それ、打たれる前は、めっちゃ天狗になってて、暴言しようが、遅刻しようが、何しようが、俺のやりたいように、みたいな感じだったんですけど、いや、なんか変わったなと、すごい冷静に分析して、しかも、打たれた週刊文春とかを、褒めてたりもしていて、なんか変わったんだな、だからバズってるんだな、すごいなって、人って変わるんだなって、ちょっと思ったんですけれども、ところがですね、マジうるせえな、ということで、あれ、変わってないのかな？っていうのが出てきちゃいましたよねっていうか、結局なんかまた YouTube とかでバズって、いや、なんか素が出てきちゃったんじゃないかなっていう感じですよね。
で、まあ、結局、まあ、その汚い言葉を使えば言葉狩りの対象にはなりますよねということで、まあ、私もですね、まあ、ツイッターやブログ等で汚い言葉を、かなり使っていますけれども、まあ、使えば、まあ、狩られる対象になるのは覚悟の上で、使っているはずだと思うんですよね。まあ、箕輪さんもその編集者もそうですし、まあ、成田さんもそうですよね。成田さんも別に、撃たれる覚悟で使ってるんじゃないですかねっていうことで、別にそれで撃たれて広告取り下げになったところで、別に成田さんはそんなに何も思ってないんじゃないかなと思うんですけれども、まあでも結局問題なのは、そういうことを発言している、そのね、成田さんを使ったキリン、ね、だけれどもキリンは批判されたら取り下げるんだっていう、その情けなさが問題じゃないですかと。キャンセルカルチャー、キャンセルカルチャーって言ってるけど、キャンセルカルチャーに負けずに、キリンビールは私たちは成田さんはこういうところが素晴らしいと思ったから過去の発言があろうが、私たちはこういう信念で使ってるんです。だから取り下げませんって言えばいいだけの話じゃないですか。それがわーわー言われて取り下げちゃうっていうのがキャンセルカルチャーを助長してるんですよねっていうところが問題ですよね。だから別になんか、キャンセルカルチャーを言う奴らが悪いんじゃなくて、それになんか負けちゃう企業の方が問題じゃないですかっていうことなんじゃないですかということです。ただですね、箕輪氏、それもまあ指摘をしていて、まあこれ急にまたこういう言葉になってしまうんですけど、あとさ、キリンよ、そんな度胸ねえなら、際どい人間使うな、使うなら守れということで、これも YouTube の週刊文春松本人志報道の冷静な解説な言葉を使っていれば、あ、箕輪さんなんかすごいなっていう感じになるんでしょうけど、あ、こういう言葉遣いに戻っちゃったんだ、結局反省もしてないんだなっていう感じに、まあ受け取れちゃいますよねっていうところです。で、ところがですね、昨日は汚い言葉を使ってしまい、大変申し訳ございませんでした。まだまだ未熟だなと反省しておりますということで、ここが少し変わったところでして、反省したふりとか感謝状とかを使うんですよね。で、なんかね、いちいち大吉とか感謝とか末尾に乱用してるんですけど、本当にやめてほしくて、いや、もうなんか俺は暴言を言うキャラなんだと、いや、別に本音で言うんだとうるせえって、お前らなんかキャンセルキャラじゃみたいなことで、ギャンギャン言うんじゃねえって言うんだったら、それで突っ走ればいいのに、なんか急に大変申し訳ございませんとか、なんか大吉感謝とかって言って、なんか私は反省してるんです。今までのかつての自分とは違うんです。もう汚い言葉は使いません。感謝してます。すべてに大吉です。感謝してます。みたいなことを。かえつつ全然感謝も大吉もしてないですよねっていう。これなんかよくあるダメな企業女子のポジティブ感謝狂をね、感謝って言っていれば全然感謝してないのに、自分は感謝したからなんか良くなるみたいな。で、結局本音じゃないじゃないですか。で、それだったら感謝してないんだったら暴言キャラでもう行けばいいじゃないですかっていう。なんでそんな中途半端なことしてるんだろうっていう、なんか非常にもったいないなっていう感じがしますよね。というわけで、キリン缶酎ハイ広告騒動、成田氏を取り下げたことに関してですね、幻冬舎編集者の箕輪さんがですね、マジうるせえな投稿ということで、いや、マジうるせえな投稿で行くんだったら、もうそのキャラで行って、感謝とか大吉とかやめましょうよ。ね、そんな思ってないんだから。で、本当に感謝とか大吉だとかって思ってるんだったら、マジうるせえなっていう言葉を使うんじゃなくて、キャンセルカルチャーの問題について、これこれ、こういうデメリットがあるから、こういうことはやめた方がいいんじゃないですかっていう、そういう言葉遣いにすればいいのに、まあ、結局、なんかよくある企業女子の嘘つきポジティブ感謝狂になっちゃったのかなというところで、まあ、こういうことをしてるとですね、また週刊文春にまた何か打たれる日が来るんじゃないかなということで、この辺はですね、非常に楽しみに見てるもの。でも本当になんかもったいないですよね。いや、その結局、まあ、成田氏とかにしてもそうですけど、いや、別に自分はこういうことづか、こう、言葉遣いで、これで打たれて、広告が別にね、取り下げられたらそれで構わないっていうぐらいの、ね、気概でやってると思うんですけど、なんか、マジうるせえなとかって言って、でも大変申し訳ございませんでした。未熟です。感謝。大吉。みたいな。もうそういう嘘は本当にね、やめてほしいなというふうに思います。